本やり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強弓ランキングやっていきたいと思います。アップデートで色々と修正が来たこともありますけども、それも踏まえてトップ5発表していきます。それでは、行きましょう。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。さあ、それでは最強弓ランキングトップ5やっていきましょう。それでは最強弓ランキングトップ5第5位からいきましょう。第5位はこの弓ですね。残忍な魂のクロスボウです。これはすごく意外だと思われると思うんだけども、この弓自体は強くないです。弓で攻撃するための武器ではないです。これ何かっていうと、ソウル吸収用の武器なんですよね。ソウルを2回収しまして、さらに流れ込む魂がつくので、そこからも吸収することができます。アップデートで、影ビルドがとにかく強いのよ。もうむしろ、高難易度になってくると、デイリーのレベル3とかね、あの辺になると、もう影ビルドじゃないと、ちょっとやってられない感があるので、これをね、装備することが多くなりました。まあ、最初に言った通り、これ、弓としての能力は、めちゃくちゃ低いです。全然弱い。ただ、ソウルを回収するのには、すごく向いてるので、ソウル系の装備をするときには、これをおすすめします。はい。使い方には注意してくださいね。第5位は残忍な魂のクロスボウです。さあ、それでは最強弓ランキングトップ5第4位に行きましょう。第4位はこの弓ですね。夜の棒です。これもね、ソウル吸収する弓になりますけども、回収は1個だけなんですよね。でも、これはバーストボーストリングとクールダウンショットがつくので、ランクインさせてます。やっぱりね、あらゆるビルドでバーストボーストリングとクールダウンショット、これがついてるっていうのがめちゃくちゃいい。で、さらにこれは、魂も吸収できるので、ランクインさせた感じですね。で、つけるエンチャントは、間違いなく、バーストボーストリングと、クールダウンショット。この二つがついてれば、もう採用していいかと思います。で、まあ、ちょっとね、贅沢を言うと、バーストボーストリング、クールダウンショット、流れ込む魂。まあ、その三つをね、狙って、やっていっていいんじゃないでしょうか。なかなか出ないよ。俺もまだそれ持ってないんだけども、めちゃくちゃ欲しいです。第4位、夜の棒ですね。さあ、それでは最強弓ランキング第3位、やっていきましょう。第3位は、この弓ですね。冬の指先。です。これね、かなり使ってる人多いと思うんだけども、強いよね。何が強いかっていうと、チャージショットをすると3本の矢を発射する。これが、バーストボーストリングとの相性が抜群なのよ。バーストボーストリングって、だいたいクールダウンショットと合わせて、使っていくんだけども、さらに、それにこれは、3本弓が出るので、威力っていうのがつきます。殲滅力が高くなるので、めちゃくちゃいい。で、さらに、これね、弾をいっぱい撃てるのよ。矢がすごいいっぱい撃てるので、バーストボーストリングとクールダウンショット、これとのね、相性がいいです。結構他の弓でも使えるんだけども、この矢がね、切れちゃうことがあるのよ。それが、この冬の指先では、だいぶ軽減されるので、まさに、バーストボーストリングと、クールダウンショット。これを使うために、あるような弓です。ただ、ソウルは吸収されません。
なのでソウル系との相性は良くないんだけども、単純にクールダウンショットと威力が欲しい時はこの弓おすすめです。おすすめのエンチャントはもちろんクールダウンショットとバーストボーストリング、そしてリフレッシュとも相性がいいです。うん、マルチショットもいいよね。でもいろいろあるっていうのは難しいので、まあ、自分でね妥協案を立てて探してみてください。第3位は冬の指先です。さあ、それでは最強弓ランキングトップ5第2位に行きましょう。第2位の弓はこれですね。ハープクロスボウです。ハープクロスボウは最初から今までずっとね現役で使っていける弓です。ただ今回のアップデートで普通の矢が修正されて若干ね影が薄くなりつつある弓です。でもそれでも強い。うん、やっぱりね殲滅力としてはもう全弓中ナンバーワンぐらい、かなり使える弓です。うん、初心者から、上級者まで全員使っていける、すごく使いやすい弓だね。とにかく発射する矢が多い、めちゃくちゃ多い。でこの弓に絶対に欲しいスキル、それがマルチショット。これ絶対です。マルチショットは、1本ずつに判定があるので、もう大概マルチショット発動します。うん、なのでハープクロスボウの殲滅力は、マルチショットですごく上がります。おすすめのエンチャントはマルチショットはもちろん、そして無限連鎖反応、あと超弾なんかがすごくおすすめですね。うん、これはね絶対一本は手元に持ってた方がいいです、間違いない。第2位はハープクロスボウです。さて、それでは最強弓ランキング第1位に行ってみましょう。第1位の弓はこれですね。ピンクスコーンドレルです。俺この弓ものすごく侮ってた、めちゃくちゃ侮ってたけども、これ侮らないで。弓を撃つときふざけた音が出るんだけども、それでもめちゃくちゃ強い。何が強いかって、これについてるスキル2つとも強いのよ。確率でモブを怒らせる、これがね、最初の頃侮ってたけど強い。特に高ランクになってくると敵をね怒らせると、いい感じで壁になってくれます。いい感じでねお互い争ってくれるので使い勝手がいい。そしてもう一つ、複数の標的にヒットする、これがめちゃくちゃいいのよ。これねピンクスコーンドレルの矢の速さが遅いのよね。この遅いっていうのがポイントで、その遅さでたくさんの敵にカン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 って当たっていくので、めちゃくちゃダメージ取れます。うん、でもちろん普通の弓なのでバーストボーストリングとクールダウンショットがつきます。これを合わせるとめちゃくちゃいい。おすすめのエンチャントはもちろんバーストボーストリングとクールダウンショット、この2つがつけばもう間違いなく採用でいいと思います。でもう2つ黄金スキルと、2つ選ぶとしたら、そうだね無限もいいよね。無限マルチショット、そのあたりが間違いないかな。連鎖反応なんかもこれとは合うと思います。うん、まあ、とにかくバーストボーストリングとクールダウンショット、これのついたピンクスコーンドレル探してみてください。絶対気に入ると思いますよ。第1位は間違いなくこれです。ピンクスコーンドレルですね。それでは最強弓ランキングいかがだったでしょうか。武器ランキング、防具ランキングなども出しております。そちらもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。